えー、皆さんお久しぶりです。和ですえー、ちょっとしばらくずっと YouTube にあの全然動画上げてなかったんですけどちょっとねまあちょっといろんな気持ちが自分の中でありましてうんなんか果たしてこの状態で上げていいのかなとかまあちょっといろいろまあずっと思ってたんですよ。 うんまあ、皆さん分かってると思うんですけどあの、ここ最近ずっと自分は動画の編集も、ね、全然できないまま、まあ、たまにまあライブ配信はしてましたけど、なんだろうな。自分がこうしたいっていうふうに思うものがなんか作れない状態なんですよ。なんかね、心から楽しめない。うん で、まあ、まあ、自分がその、まあ、最近そのもやもやしてたことっていうのは、まあ皆さんそうなんですけど、やっぱコロナの影響で、ね、自粛して、やっぱストレス溜まってたりもありますし、うん、まあ、自分ももちろん,、うん、あるんですよ。それも。それとは別で、あの、ずっと自分が、 ちょっと心の病を持ってたんですよ。うん。まあ、分かっている人は分かってると思うんですけど、あの、まあ、幼少期からあんまりいい思い出がなくて、うん、なんかこれ、ライブ配信するたびにね、毎回言ってた言葉ですけど、その、私が今まで経験したことっていうのが、ほとんど、 が嫌な思い出ばかりで、なんか、まあそれも経験なんだけど、まあ自分にとってそれがすごい、今の自分にとってそれがすごい負担になってしまってて、正直、これはコロナだからじゃなく、もう息抜きできない状態がずっと続いてて、それはもう、あの今年、今年からそうとかじゃなく、もうずっと前からそうで、なんか、その、 日々の積み重ねっていうのが大きくなって、あのー、今年に入って、なんかすっごい気持ちがずっともやもやするようになって、で、それで、あの、最近病院に通院するようになったんですよ。で、そこで、ええー、まあ、えっ、ー、と、言われた診断結果が、あのー、自分は気分循環症っていう、 まあ、まあ、精神的な病気なんですね。うん。まあちょっと、まあ、自分があまりに神経質だったり、生真面目だったり、うん。まあよく言えば、喜怒哀楽が激しいとか感受性が豊かっていう言い方ですけど、まあ、わ悪く言ってしまえば繊細。うん。もうね、 これはこうしなきゃいけないんだって思ったら、もうそこに固まってしまう、そういうところがあるんで、やんなきゃいけないんだって思うと、完璧にやろうとしちゃうところがあって、うん。そういうところが、どんどん積み重ねで大きくなって、それで、ま、先ほども言いましたけど、気分循環症っていう、うん、診断結果になって。で、あの、薬は、あの、ま、正直、私、ちょっと体質上飲めないんで、 あの、漢方をもらってるんですよ。で、えー、しばらく、その、ある漢方を飲んでたんですが、それがちょっと効かなくなってきちゃったんで、ちょっと強めのやつをまた新しくもらって飲むようになったんですよ、最近。うん。でね、これでまた変わってくれればいいなって思うんですけど、あと、それとは別で、うん。それとは別で、あの、 自分は前も言ってたんですけど何者なのかなとうんそのもともとは FTM として過ごしてましたけどそれをまあ去年から女らしくなるぞって言って女性の格好をして過ごしてはいたもののやっぱりしっくりこないところがあるというか例えばスーパーとか買い物行くと やっぱ、この見た目で、ね、女性っぽくしてる見た目で声が低いわけで、そうするとやっぱり、君どっちなんだいって言われるんですよ。<laughs> 買い物してるおじさんとかに、君どっち男なの女なのって言われるんですよ。うん。まあ自分も話しかけやすい多分オーラが出てるんだと思うんですけど、今までまあそういうこともたびたびありましたね。で、その時に自分が言うのが、やっぱり、その時、 男ってとっさに出るのが男ですっていう言葉なんですよねだから反射的に出る性別っていうのが男性だからやっぱり自分は男性なのかもしれないなとか正直なんだろうなこう女性の格好で過ごしてきた中でそこがちょっと分かりにくくなってきている。うんそんそな 型にはめななくてもいいんんだけどそのなんか自分がこれっていうのが分かった方が自分としてはすごい生活しやすいなって思ってだからあの近々専門医に行ってみようと思ってますちゃんと予約取りましたなのでまたちょっとこれで動画はしばらくお休みになりますけどまた うん。いろいろ分かったら、こうやって動画で伝えたいと思います。で、あの、気持ちがずっともやもやしてますけど、私は溜め込んで、いきなり、この世界からいなくなったりとかはしません。まあ、それはね、1ヶ月で体重3キロ落としたりとか、バカみたいなことしてますよ。肉体改造したりとか。うん、痩せたり、筋肉つけたり、変なこと、過去にもたくさんやってましたけど、だけど、 やっぱり人間やっぱ死んだらおしまいだなって思うしうん,うんまあこの話はちょっとちょっとねある人から影響されて話しちゃってますけどまあ遠い知り合いなんでね一応ねまあその遠い知り合いとかあんまどうでもいいんですけどそこはそこは関係ないんですけどまあやっぱり 自分はそこまで抱え込むほどの人間じゃないし、自分はまだ発散できる術があるから、やっぱり、うん、自分が芸能界にちゃんと進めなかったっていう理由はあると思うし、うん、一歩手前で止まっちゃったのもなんか理由があると思うんで、うん、だから、なんだろうな。 自分のこの性格だともしかしたらもっと早めにもしかしたらこの世界からいなくなっちゃってたかもしれないからだから多分神様か誰かからいやお前は芸能の道に進むべきじゃないぞってもしかしたら誰かから止められたのかもしれない何回も有名になるチャンスはあったんだけどなんか何かにそれをストップされて いいろろありましたねだからうん今の自分のこの精神力だと多分どこかで潰れてたと思うんでうんだからだから芸能活動に関してはもう後悔はないですねだから、まあ、またいずれ、まあ、バンドとか組める日が来たらいいなとも思ってるし自分にはたくさん夢がありますだからここで踏みとどまってられないしだから ちょっと頑張ってね直していきたいなって思いますうん心の病はね時間かかりますけど直せるんではいってことで和樹でしたまたね